ご視聴ありがとうございます。ハレルヤの高野です。ご視聴ありがとうございます。斉藤信夫です。始まりました第31回 NTG 対戦バラエティハレルヤコンバットです。今回は僕と斉藤さんで駄菓子をお届けしようと思っております。高野さんとは古くからの友人なので楽しく今日はできると思います。高野さんといったらね、ラストさんトップ4おめでとうございます。すごかったよね、本当に。今までそのプロ、あと競技プレイヤーの人たちが優勝する中で、トップ8にレガシープレイヤーが入って、優勝もね、河合さんが優勝して、レガシープレイヤーが頑張った年末だったのかな。そうですね。エクサランも発売したけど、なんか、オスのカードは。協調艦隊、飲む香水だっけ、赤い春章。あとね、個人的に気になってるのが、アゾールの門口。夢あるなと思って、結構 BTH も使いたいからね。あ、確かに。じゃあそろそろ試合の方始めますか。よろしくお願いします。お願いします。ナイス、ナイスね。じゃあ大きい方で。じゃあ、はい、8、どうぞ。先手で、はい、はい、で、第7枚引く。はい、はい、本日使うデッキは、まあ、デッサンのダックスになります。で、初手こんな感じです。まあ、軽めのアクション、まあ、一番最初の重要なアクションと、あと中盤で強いカードを引くの初手で、土地も、まあ、すんなりあってキープですね。キープします。そしたらコントロール、基本コントロールデッキで、まあ、8手段が20-20パンチのダークデプスが大体8手段なんですけど、まあ、バッスル比でコントロールもしたり、ライトを削ったりします。まあ、初手はこんな感じですね。ちょっとまあ、これがちょっと噛み合わないですけど、まあ、基本的にはこのサーチカードもあるし、このデッキのキーとなるカードもあるんで、まあ、キープですね。じゃあ、よろしくお願いします。お願いします。これ先手です。そうだ、じゃあ平地からバイアル、これもね、うん、デスタクの黄金ムーンなんで、一旦であるとないので、そうですね、全然勝率が違う、デッキパワーが違いましたね、そのカード。じゃあ、どうします。まあ、カップインしちゃいますね。でも、あの土地ってことは、まあ、聞こえてくるランズ。そうですね、がほとんどの場合。アップキープにバイアルが1個も分かりました。はい、してないね、これみんな大卒対戦だ。ドロー。引いたカードが、こいつです。まあ、2枚目ですね。まあ、これ、ランズ戦、まあ、比較的優秀なので、まあ、引いて嬉しいです。で、1枚で、ルーンの幅を返して、で、不毛大地で割ります。不毛大地割ることによって、まあ、バイアルがあると、まあ、マナが、タダになる、クリーチャーがね、タダになる上に、不毛っていう、こっちがスペル化して、まあ、1ターンのラグがね、こっちに得するから、ね、タイムアップ。タイムアップになる、単純に言うと。で、タイムです。で、まずいです。かなりまずいです。まあ、タップインでそちらの場所にして、消えました。エンドします。エンドでバイアル起動します。はい、どうぞ。まあもう分かりなんですけど、バイアル1で技を出さなかったってことはね、何度にもう1枚あるのがおおむね予測できるっていうので、エンドジー1体出しました。で、タワーもらって、やはり2に、ね、前を2にしていきます。で、今2ターンは2枚目のバイアルです。ということで、2枚目のバイアル出します。はい、大丈夫です。でも、ルーマザーは2体いるんで、1体は頑張ってやって。19ですね。でタイムです。あとバイヤーがあるとね、こういうマナイフのカードもね、雲との相性になるから、ね、土地いらないからね、やってしまう。そうえ、燃えやないの。燃えないです。1.2、21、右の罠。操作 OK です。操作すごい強いよね。強いね。まあ、もうマスカルと1点っていう、もうね。で、追加でセットランドして、はい、エンドします。はい、じゃあタイム。はい、じゃあまたバイアルが誘発して1個と3個で取らします。今引いたコンバートで、またコンバートで、はい、でこちら18ですね。で、悩むところがメインでこれを出しちゃうか、それともこれで
まあ、いわゆるチャリスマンっていうものをサーチしてくるか悩むんですけど、自分は後者で、まあ、バスリーとかモエナギ、まあ、バスリーとかね、ローム回んないようにロックをかけに行きたいと思います。ので、はい、お願いします。これ、会話しながらやってるさ、1点ゲームどうぞ。22ダメ、ダメ、OK です。破壊不能思ってるから、あんまりね、そのシナジーとして噛み合ってる。今ギャンブルで落ちたカードがロームなんですけど、実はこれすごく美味しくて、そうそう、本来はロームって墓地に落ちてからドレッジしてデッキの土地を墓地に送ってさらに、ね、ロームで回収することが普通なんだけど、最初からもうポチって墓地に落ちてくれると次のターンからね、ロームそのドレッジできる、ドレッジできちゃうから美味しい、美味しい。で、1マナ出して自分で幽霊街で割ります、はい。で、2度マナ出してもう1枚あ、はい、はい、回収します。チャリスマン出てくる前にね、3枚回収して、はい、回収してで、追加ランドセットがこれとマナクレまだ置いてない、こうそう、1枚まだ置いてない、はい、これと、まあ特にないんだが、まあ、アップインだから処理して、はい、エンドで、はい、エンド時、はい、起動して OK です。まあ、リクルーターどうぞ。これ、ガフネス2以下のクリーチャーをデッキからサーチしてそれを公開して半分に加えます、はい、で、アップキープに玉がくるが誘発して、はい、まあ、とりあえずバイヤー2をにしました、はい、で、アミスラーを、まあ、1体落ちして、okay、ここに2体走るっていうものすごい落ちで、ドラシモそこで土地を引きたいで、引けずじゃあメインで起動して、はい、出しました。 OK です。で、指定は指定は2で OK です。ウルーマザーを殴らない守るアクティブツリーもそのようなそうなので17です。で、ターンアップです。アンタップアップキープでドローします、はい、ここはね、まあソープロはあるらしいんでプレッシャーをかけない確かにエンドで、アップキープ誘発がまた、誘発が乗りました。で、しょうがないから払って、その位置を生かして、はい、まあ、ルーマーザーを知る前に一応ここにプロテクションを、まあ、赤でも適当にやってるので死にました、はい、で、ドローします。お、で、土地を引きましたね。待望の平地です。これは嬉しい。で、コンバットで、はい、まあ、殴りに行きます。ソープロがあるので、スルーですね。ソープロがあるかわからないけど、まあ、バイヤルさんがあるとフリッカーウィスもあるんで、まあ、普通に出さない方がいいと思います。はい、はい、じゃあ、一応、ステージを色マナの出るランドに変えておこうかな。はい、じゃあ、これでもやるか。で、アンタップ。はい、に関してドローします。特にやることもないので。じゃあエンド時。はい。三から起動で。ドロー出します。サリアしました。あ、それは良くないですね。ただ、はい。はい。ラッキーポイントをクリアして、はい、払いました。はい。でドローします。で、来ましたら。これも非常に強いですね。クロックが A です。しかも1枚は DD アさんに温存しやすしたくなるんですけど、2枚やると、まあ、出しやすくなります。じゃあコンバットで勝ちます。はい、5点5点ですね。これ10ですね。で、タイムです。エンド時にサイクリングしたいです。 OK です。よろしくお願いします。1点ゲインどうぞ。23でもう一度サイクリングしたいです。で、ターンもらいます。はい、ターンそう。ドローします。はい、で、1点ゲインどうぞ。24。まあ、ギャンブル打ちたいです。ギャンブル打ちたい、はい。ドローンが落ちました。腐ってたろ。腐ってましたね。こいつやばいね。やばい。いや、こいつもやばい。あ、そうだ、タップインするからやばい。こいつもやばい。まあ、こっちが。まあ、いや、全部やばい。出てるクリーチャー全部やばい。システムチップでやるでしょ。そうだね。
ゃあ2枚セットランドして、はい、エンドします。じゃあ石原さん、はい、どうぞ。よろしくお願いします。このまま死ぬんだろうな。しかし無事起動しました、はい、エンドベース入ってから、はい、ちなつくに見でワンダフルを出します。あ、なるほど、はい、それで一応コスト制限がなくなるからないですね。じゃあ確かに入ります。はい、で、これで下ろします。で、コンバットでパッと見9点、パッと見9点、残り1 リシャフォープレイ、今引いたリシャードの見当たりです。引きまして、もう引きまして、ソープロとチラツキオニビを構えながら、まあ、ライフ1点を削るだけのゲームなので、もうおよそ安心感があるはずです。そうですね。で、エンドです。まあ、とりあえず輪作はエンド銃って、まあ、絶対出さないんだ、多分学んでないとしては先に言います。チャズムを引くとこからスタートしたね、これ多分。そうだね、チャズムはね、チラつくよりうまいです。確かにこれは大体負けてますね。負けてる、うん、一応やりますけど、で赤マナどうぞ、はい、で一応スレッシュード達成してるんで2点、うん、これエンド銃戻ってきますね、25で、一応、まあ、普通に引くよりは落ちることの方が多そうなので、じゃあキープ中に、はい、リシャポでね、1枚縛り抜く、はい、じゃあ、まあ、無理やな、無理やな、じゃあ縛られました、うん、一応、取って、1、2、3で、負けですね。負けですっていう感じだね。そう、自分がサイドインするカードは、まあ、これら9枚です。自作っていろんな置物や、まあ、置物が多いんでここら辺がいいんじゃないですか。じゃあ先手で、はい、チェックします。はい、キープしてみます。こちらの初手は、まあ、1マナ行き、2マナ行き、3マナ行き、土地、妨害もあり、まあ、クリーチャー群もいる、まあ、そんなに先ほどのバイアルがあるようなハンドではないんですけども、まあ、キープしたいと思います。お願いします。お願いします。森、はい、変の単位を出します。じゃあ平地で単位です。カットして、つなぐよ、はい、移動して、はい、頑張します。はい、頑張します。じゃあ、シャーポーズにマナで色をカットします。あー、はい、どうぞ。じゃあ、ボクサーズ、はい、タイスです。よろしくお願いします。じゃあ、プレイして、はい、OK です。エンドします。はい、じゃあキープに、はい、フローカメージ、はい、わかりました。移動します。じゃあ、コンバットで、引いて、はい。18。じゃあ、スカッターされて、はい。今まで、はい、はい、どうぞ。いや、はい。移動します。はい、おまあまあ強い、まあまあ強い、うん、まだ通す通す、はい、出ました。ランドセット、はい、ランドセット、はい、これで DB が一応揃った、揃いました。なるほど。ただカラカスがある、カバナクルが一致されます。カバナクルが、はい、まだ払いました。はい、移動します。で、コンバットで、はい、4点、はい、14で、今トップできた子たち優秀ですね。問題値まずいですじゃあ、そのタイプ、はい、行きますね。どうします。はい、どうも、はい、はい、です。じゃあ、よろしくお願いします。はい、で、ダンスと、ダンスと、はい、どうです。
コマットで、はい、10で、今 DB のパッドに起動されないから、これがそのさっき言ったのパスとソフトの違いで20点減したメインがかなりその突然遠くなっちゃった遠くなるそうじゃあ1点減で回収します21です、はい、でターンもらいますはいこれだけランズっぽいよねそうだね毎ターンノーム発掘して通されるくるくる回してコントロールしていくで、収束のカードもあるので、で、キープしたいと思います。
じゃあ、お願いします。すみません、また、はい、お願いします。椅子、椅子じゃねえよ、僕臭いや、椅子狭まえ、ランドセット、はい、終了です。いい、すみません、お願いします。はい、はい、はい、です。どうぞ、ます、ランドセット、はい、エンドします。いいです、一枚縛りたいです。はい、お願いします。はい、です、なんかいいと、いい、シャッパーかな、ランド置いて、はい、エンドします。はい、いいですね。あ、エンドしました。はい、エンドします。はい、エンドくれたらお願いします。 OK です。終わりです。なんと、
で、お願いします。お待たせしますね。俺土地しか引かなくてやばいかなと思ったけど、意外とそれがその良い方向に働いて、そうそう、だって結構だもん。はい、というわけでお送りします。ハイレアコンバットいかがだったでしょうか。今日テスタック対ランズというね、結構旬なデッキだよね。そうだ、今後ね、GP 京都も控えてて、はい、これからね、新しいカードが増えてネタが変わるかもしれないしね、今後期待楽しみです。最後にハレリアチャンネルから告知です。現在チャンネル登録者1万以上を集めて、ハレリアコンバット YouTube スペースをしてみようという企画を進行中です。よろしければチャンネル登録よろしくお願いします。では今回はここまでということで、ご視聴ありがとうございました。